はい、こんにちは。 CQ アップ臨床研究会代表の岡田です。よろしくお願いします。今日は、CK スクールですね、スクールの卒業生の方の、インタビューをちょっとさせていただきたいと思います。じゃあ、小玉先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。小玉先生は、はい、今何をされている方ですか？今は一人で整体院をやっております。一人整体院。はい、はい、ありがとうございます。CK スクール、まあ、一期生として来ていただきましたけど、はい、どうでした？どうでしたの前に、はい、なんで、はい、まあ、今村先生とかも結構いろんな勉強とかもされてきたじゃないですか、まあ、なんでまた CK ワープのこの CK スクールに入ろうかなと思われました？こちらで、学ばせていただく前から、うん、まあ、少しCK スクールで教えていただいているような感情面の解放の仕方ですとか、まあ、霊障とかですね、あとは、まあ、キネシオロジーを使った、まあ、いろんな原因の調べ方っていうのを少し勉強して、あ、で、まあ、臨床でも使ってたんですけども、はいはいはい、でまだその感情面を解放したりとか、そういう精神的な部分にアプローチしていくのがちょっとまだその当時の自分だとちょっとまだまだ表面的なことしか見れてなくて、ちょっともうちょっと深いところまで見れるようにならないといけないなと感じていたところに、以前習ったことがある岡田先生がこういう CK スクールを始めたという情報を入手しまして、入手して国費でこれは行かなければと思いまして、もう速攻で申し込みさせていただきました。ありがとうございます。そうです。じゃあ、どっちかっていうとその感情面とか、はい、その心の内面とかを、まあ、学びたくてっていうか、これみたいな感じですかね。そうですね。なるほど。実際どうですか、スクールで学ばれて感じとしては。そうですね、やっぱりその同じ感情面を扱うにしてもその層がかなり深いところまで見れるようになったなと感じてます。なるほど、はい、そうですよね。多分その感情面とか扱うところとかやってる先生とかも結構多いと思うんですよ。で、引用語句を使ったりとかね、まあ、それはそれで素晴らしいと思うんですけど、その単純になんかこう怒りの感情面とか単純にその恐れがあるとかっていう、そういうのだけではなかなか実際の臨床でやっぱ厳しいですよ、これっていうのが。だそれって、まあ、そんな感情誰でもあるんですよ、まあ、言うと。じゃなくて、なんでいつのね、いつ誰にどうそういう感情があるのかっていう、より明確にしていくっていうのは非常に重要なので、まあ、そこで患者さんが結構取られていることが多いのでね。いや、そういうのが、まあ、検査とかで分かってくると、まあ、やっぱ変わっていきやすいかなっていうのはやっぱありますよね。実際どうですか、臨床をやってて。やってですね、以前はまあ、検査、こちらで検査して、で患者さんにこういう感情がないですかって聞いても、いえないですって言われることが結構多かったんですけど、でもこちらの検査ではもう明らかにその感情でヒットしてるんですけど、まあ、ご本人に確認してもいや覚えがないっていうパターンが結構多かったんですけど、やっぱりこちらで教わってからというものを、まあ、それだけでは全然足りなかったんですね、探り方が。その感情でもそれがいつの感情かっていうのもありますし、今とは限らないですね。そうなんですよね。その過去の感情ということもありますし、あと、まあ、一番、まあ、驚いたと言いますか、あ、こんなこともあるのかって思ったのが、やっぱり自分の感情とは限らない、自分じゃなくてその関わってた相手の感情が問題になっているとか、うんね、自分は関係なくて第三者同士の感情の影響を受けているとか、まあ、そういったパターンもあって、まあ、そういうのは以前は全く想像もしてなかったことなので、まあ、そういうのが知れたことで、臨床で患者さんに言うときに、こういう感情ないですかって、いやないですって言われても、もうちょっと深く探っていくと、その何歳頃に誰々に対してこういう感
感情がなかったですかって聞くと、あ、ありましたっていうふうになってくるんですよね。でそこでそれに対して、これもこちらで教わった修正の仕方でアプローチしていくと、まあ、見事に反応が消えていくっていうふうに、そうね、現象が変わってきたので、まあ、感情面を扱うのにかなり自信がつきましたね。はい、まあ、症状とか、まあ、病気とかもそうですけど、感情が付着してないことは絶対ないですからね。まあ、100% 必ずその裏には感情なり、まあ、何なりとありますので、だからそこをどんだけ明確に出せるかどうかがっていうのが勝負ですよね。だからそこが明確に出せると、そこに対する修正を加えるっていうだけになってくるので、まあ、そうすると見事にこう転換していきやすいっていう風になってきますよね。はい、これ多分臨床やってて結構面白いっていうか。そうですね、もう本当に検査が本当バッチリできて、修正もバッチリかかった時はもう一つの修正でなんかいろんな症状とかで、いろんな年代の感情とかが全部クリアされてしまうっていうことも時々あって、まあ、こっちもびっくりするし、受けてる方もびっくりするしありますよね。はい、だ結構そういう、まあ、臨床のやり方ですよね、どっちかっていうとね。はいはい、修正とかどうですか。修正もいろんな、まあ、道具とか使うじゃないですか。はい、ちょっとあれも斬新だと思うんですけど。そうですね、今まで手技がメインでしょ、やってたの。そうですね、全部手技でやってましたけども、まあ、こちらで、製品とかを使って、うん、扱わせていただくようになってからは、まあ、より早く、まあ、劇的に変化することが多くなりましたし、もうこれを飲んで変わるんだったらもう全部飲みたいとかっていう患者さんもいます一滴じゃなくて、ね、もう全種類飲みたいみたいなありますね、確かにね。はい、まあまあそういう製品って言ってこうね、今まあ基本的にまあ手技がまあ治療科の人とかだったら多いメインだと思うんですけど、まあ手技も使うんですけど、手技だけじゃなくてもっとエネルギーを変えていくっていう部分を見ると、まあ製品っていういろんなこうね、ちょっとエッセンス飲んでもらったりとかもあるし、音差でね音鳴らしたりとか、まあいろんなことをやっていきます。まあそれも全部検査で決めるんですけど、まあそういうのを使っていくと、そういう感情面とかそういうまあ付着したそのネガティブなエネルギーですね、まあ、そういうのが解消しやすくなりますので、まあ、そうすると体もまあ劇的に変わりやすいかなっていう感じですよね。はい、ですよね。楽しいですか、臨床医になってて。楽しいです。楽しいです。はい、ぜひこれからも、はい、頑張っていただくといいかなと思います。はい、最後にまあ、これから例えば CK スクールとか、まあ、こういう CK オープンやってるのは臨床とかに興味ある方結構多いと思うんですけど、はい、なんかこうアドバイスというか一言こう、まあ、迷われてる方とか行ってみたいなっていう方がおられるかもしれないので、はい、そういう方に最後に一言お願いしたいんですけど。はい、そうですね、まあ、僕と同じ一期で来られてた方も一般の方から治療科の方まで幅広いジャンルの方が来られてたんで、まあ、どのような方でも受けて仕事とか、まあ、生活の中で生かしていくことができると思うんですけども、特にそうですね、この治療してても構造だけじゃなくて、まあ、感情面とか精神的な問題とかを、まあ、扱いたいと思っている先生には非常にいいスクールだと思いますので、あとはすでにキネシオロジーとかを臨床に持ち込んでされている先生方なんかでもこちらに来ると、そのキネシオロジーってたくさん壁があるじゃないですか、うまくいかないと思う。それを、まあ、解消していく、だから治療の前の治療みたいな要素もかなりたくさんあるので、だからキネシオロジーとかを学んだけどいまいち臨床で使えないっていうような方も来ていただくと大きな発見が多々あるんじゃないかと思いますので、まあ、そういう、まあ、感情面を扱いたい方とか、まあ、キネシオロジーをもっと活かせるようになりたい方とか、あとはこれからこういうセラピーの仕事を始めたい方なんかに来ていただけるといいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、キネシーは確かに習ってる方多いと思うんですけど、はい、そのキネシーって結構繊細な検査なので、そうですね、非常にちょっとしたことで来るんですよね。
でそのちょっとしたことの来るそのちょっとのところが非常に重要になってきて、これ分かってない人多いんですよね。単なるスイッチングとかブロッキングとか そんなだけじゃなくて、もっと深いこの影響を与えるものが結構いっぱいありますので、まあ、そういうのが、学べるスクールでもあるかなと思います。はい、またぜひ臨床報告お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。